このの福音書の11章を開いてくださ二十二節から九十ページですね私の聖書では二十二節からイエスは答えて言われた神を信じなさい誠にあなた方に告げます 誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わずただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますだからあなた方に言うのです祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさいそうすればその通りになりますお祈りします手の妻あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございますこれからの時を豊かに導いてくださいイエス様お名前によってお祈りいたします えー、っと予言を通して示されていたことですけども連鎖軌道ですねこれをあの始めるように主が導いておられますそれで,で、えー、っと一応表を作ったんですけどねインターネットの方にも出してもらう予定ですけども30分ごとに、えー、っと埋めていただくと。 そして基本的には各教会ごと埋めていただくとそしてもちろん教会の時間と合わない方は個人で入っても構いませんしそれは法という形で言って、まあ、あの全部埋めるということを、ね、まず求めていくということですねそれで、えっとまあ、先週も言いましたけども、えっと、連鎖祈とで何を祈ったらいいかっていうことがあるわけですけども、まあ、大体リバイバルを祈るんですよね。 ただしリバベブルも始まっちゃってるわけで祈りの課題にならないわけですよね、まあ、考えられるのは救いの問題が考えられると思いますが救いは個々においてですね祈る人の課題が違うわけですよねでこれもちょっとしっくりこないと個人的には祈るべきですよ、ね、でその時に示されたのは、えー、と感謝をすることと賛美をすること感謝と賛美の生贄をともし続けるということね えー、ちょっと示されてまさにこれは死から来たというふうに確信いたしましたのでねそして感謝と賛美ということでね、えー、これを作っていきますので、ね、どうぞ重荷をもたえた教会はねどんどん入れていってあの重荷をもたえた方々もどうぞ登録しておいていただきたいとこういうふうに思いますでやがては、えー、と安定保険もそれから他の教会も、えー、自分たちの教会で全部これを埋められるように求めていってそれから なんか祈祷室かなんか作ってねで、でタッチしてやるとかね、危ないんですよね、これはね、<laughs> 中でぐっすり眠ってて、そういうような形であの行くのが眠、ね、心ではないかというふうに感じますのでね、えー、でえーっとまあ、30分ごとにやってますけれども、一応す、あの感謝をすることと、賛美ね賛美は歌ですね、神様を称える歌。ね 感謝で讃えて賛美で讃えるというような形でね、えー、っと行くということを導かれましたので。どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいと思います。また今日はね、統一さんが来てくださっていて、えー、いいですかね。<laughs> えっと、まあ統一さんはね、あの教会のいろんな働きの大きな助けとなってくださったんですね。 えっとまあ、最初ちょっとよく分からなかったんですが、えっと、光君とサトピーとそれからヨハネ君連れて映像とそれから、えー、インターネットを訓練してくださったんですねで教えもうよく見えてなくてあのどういうことに役立っていくのかなっていうふうにこう感じてたんですが今映像の働きとかインターネットの働きというのは教会のね重要なポイントですよねまた映像部もね。 そこから引き続いてそのまま3人が来てるっていうことでね、確かに主がね、導かれたなっていうことをね、感じますしね、また、東一さんがいろいろ手伝ってくださったことは大きな祝福だったとっいうことをちょっと感じます、ねまあ、今日は東一さんが来てくださって、今度はロサンゼルス行ったら止めてくれるので、あのー、とんでもない時に行くんですね、あの12月25日に行くんですよね。<laughs> 砥石さんもねあの自分の教会があるから <laughs> 2五日って2四日十五日で普通教会はものすごい忙しい時ですよねやや申し訳なく思ってやりますけど <laughs> まあどうもありがとうございましたそれでえっと山室軍平の映画が今放映されてるんですが今週の土曜日からね東中で、ね、やるんですね「ポポロ」。 ポレポレね <laughs> ポレポレっていうところでえー、っとね3時から2週間やるんですねそれでえー、っとまあ,あの非常に、えー、っと裏に急戦群がいらっしゃいますし、えー、っとしっかりしたした映画だっていうことも聞いておりますねですからどうぞ興味のある方またね伝道したいという方ねどなたか連れていらっしゃったらいいと思いますしまた私たちもあの 映画の働きをししようとしています映像は一つはあの教会の働きのために用いられるっていうのが一つあるんですがもう一つははっきり映画を作るっていうね、えー、そういう、えー、飯が感じてそれを動いておりますのでねそういうことにも興味のある方もねいろいろそういうことを見といていただけたらとこういうふうに思いますね。それで、えっと、予告編がありますのでねそれを見ていただきたいとこういうふうに思います。 神様、軍兵が無事に育ちますようにに神様、に育って大人になってから、人様にはご迷惑をかけず、ちいとでもええことをするものになりますように岡山の本郷から参りました、山室です。 同でで勉強するることができる新島先生のところで勉強することができるだからこそ同志社はこの一国の両親とも言うべき人々を養成したいと思っているのです新島先生は亡くなりましたが新島先生を導きくださった神が生きています僕はその精神の世界で人の役に立つって決めたんです誠に誠に私は今神のおかげでここにいるのでございます あなたは初めて私によって神に導かれた方です身も霊魂も全てあなたに差し上げますどうか受け入れて清め私を人々の救いのために働かせてください誰にでも分かるように福音を伝える者とならせてください明日の時代を作るのはこの子供たちなんです こののの子供たちを育てるのは大人の責任です文明開化で世の中が変わっても苦しんでいる多くの人たちがいるのは変わりありません,んそういったことを議論するより民主の救いのためにいきたいのです I'll recommend you join the salvation army. 人が笑うと自分も嬉しいですよね。愛です。愛のために、命を投げ打つ覚悟をしたんだろう一番優れているのは、愛です。です神の言葉を伝えるには、まず愛することから学ぶべきです。愛ですね。愛です。We are prepared to die! 明治になっても百姓は生かさず殺さずという江戸時代からの政策は続き娘を売らないと生きていけない貧しい人たちがたくさんいたのは変わりありませんでしたこんな綺麗なベベ切れるようになった毎日白い飯もたらく食えるようになったや野郎ども出てこい 私の一切の罪、そして罪と疑わしことを消したり、これからはただ、神がなれと仰せられるままとなり、なせと仰せられるままをなすためだけに生きながらえることを誓います。 <laughs> えっと映画っていうのは非常にあの強力なメディアなんですよね。で私の小さい頃は確か30円だったかな10円だったかな。で3本立てだったんですね。3本立てでも満員ですからね座れないから、えー、っと窓のところに座って3本立てを3回見た。 つまりねあの一日中いたんですよね具体的にねそして、えーっとまあ、楽しませてもらいましたで、えー、っと映画を通してね神様いろんなことをなすことができるっていうことで、まあ、人間的に考えると,、えー、っと映画を作るっていうのはねあの国内で映画も作りますけど狙ってるのはハリウッドでアニメで出すと,ということですよね、まあ、そんなの不可能だというふうにね見えますが 後ろに神様がいらっしゃいますからね。で、神様がその技をなすことがおできになりますよね。例えば、えーと、私はまたアメリカ行きますけど、で、12月15日頃にアメリカ行くんですよね。それと25日にアメリカ行くんですよね。で、ニューヨークの方とロサンゼルスの方でね、で今、えーと、アメリカに行った回数はね、もう数え切れない、100回は超えてますよね。 私ね、っ祈ったんです100回以上行けるようにこんなのは不可能だと思いましたよねでもね祈ったんですよねそしたらねもう100回もはるかに超えちゃった、ね、で神様は御心ならばねそれが、ね、成就していきますよねですからえっ、ー、と蟻が像を投げ飛ばすねそういう印になってますけど蟻、えー、に神様が働けばね それはできますのでですねどうぞ皆さんねこれは実現不能の夢ではなくて実現可能な計画である、ね、そういうふうに思ってくださいで具体的にね対応していくっていうのはねあの重要な意味合いがあるということですねそれでえっと一本動画がありますのでそれを見ていただきたいとこういうふうに思います 皆さん、こんにちは。今日のテーマは、裁きです。聖書には、すべての人は死後に裁きを受けることが書かれています。まず、ノンクリスチャン、つまり、神を信じないで死んだ人々の裁きは、千年王国後の白い溝の裁き、すなわち最後の審判の時に行われ、人生の行い、つまり罪が裁かれます。ここでの判決は、全員永遠の滅びを宣告され、火の池、地獄に投げ込まれてしまいます。 この裁きの時に2種類の書物が開かれます数々の書物を通して裁かれた後命の書が開かれます次にクリスチャンの裁きに関してですがクリスチャンの裁きは敬虚・空中祭りの直後に行われますまた最後の審判の時に命の書が出てくるのでここではノンクリスチャンの裁きだけではなく千年王国の間にクリスチャンになった人々の裁きも行われると思われます さてクリスチャンの裁きの内容はノンクリスチャンの裁きとは大きく違いますノンクリスチャンは行いが裁かれますがクリスチャンの裁きに関して書かれている第一コリント三章には行いという言葉がありませんそれはキリストが十字架によって私たちの罪の身代わりとなって受けてくださったからですキリストを信じるクリスチャンの罪はすでに裁かれ許されているので行いは裁かれないのですしかし悔い改めない罪は 永遠の滅びにはいたりまませんが裁かれます私たちは日々悔やらためる必要がありますさてクリスチャンの裁きのポイントはキリストの土台の上に金銀宝石で建てるならと書かれているので生き方つまり神の御心の人生を送ったかどうかですその中で特に強調されているのは「各人の働きは明瞭になります」と「この日がその力で各人の働きの進化を試すからです」の2つの言葉です ここに働きとありますつまり生き方特に真に主の働きを成したかどうかが裁かれます人生や働きが主の御心でなかった人に関してはもし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますとあるように評価は受けませんが永遠の命は受けることになりますただしこれは良い表現ではありません こうならないように備える必要がありますクリスチャンは主の御心の人生を送ったかどうか特に主の働きつまり神の使命を全うしたかどうかが裁かれます御心の人生を全うしていきましょうそれではまたありがとうございます、えー、この後の事柄ですねこれからどういうことが起こるかに関しては目視録に明確に述べられています 7年間のの難時代ってのがきますねそしてその3.5年目に「騎居」がありますそうすると皆さんはそらく死んでるか騎居されてるかということになりますよねえっ、ー、と騎居のあと死んで天国行くってもいいですけどもちょっとそれは大変なのであの騎居を求めていただきたいとこういうふうに思うんですねそそしてそうなるとどこに 行行くのかというと天国に行きますねで天国は天のエルサレムっていいます。でえっとヨアネの福音書の14章であのイエス様がですねあなた方の家を供えに行くって言ってるんですね、えー、弟子たちにね。でこれはあの天のエレルサレムのことです。で天国に家を供えに行くと。だから皆さんね私たちのね家があるんです。 家があるんですよね、まあ、あの東京カリスマ政界でね、えっと、うちの家がいかに面白かったかっていう <laughs> 言いましたけどももうそうなってみると懐かしいですねすねねごくねもう何が懐かしいのかっていうとね、えっと、なんかその後と岩根君が家のことを言ったそうですけども私と同じことを言ったのかな違うことを言ったのかな一つねうち,う,ちうちで寝てるとね星が見える。 あの窓を通してそこに星が見えるんじゃなくて天井を通して星が見える。天井のところが空いててねそこに星が出るんですよね。とかねそれから、えー、っとすごく鍛えられたのはあのジョイちゃんよりだいぶ強いんですよね。なぜ強いのかっていうとねうちは寒い。お <laughs> いでねヨハネ君が言ってくるんですよ。なんて言ってきたのかっていうとねどうしてうちは寒いんだ って言ったからまあどこでも寒いよって言ったらそうじゃないとどうしてうちは外より寒いんだって <laughs> みんなでオーバー着てたんですよねだから今の家に移った時にあったかいことあったかいこと、えー、それとともにですねえー、っと揺れるんですよね家がねでどうして暴れると家がうあの揺れるんだって言うからそれはヨハネ君ぐらいが暴れると家が揺れるのは当たり前じゃないかそうじゃないとで外で暴れるとどうしてうちが揺れるんだって ですよね。でもね素晴らしい家が皆さんね用意されておりますねでここが私たちのね永遠に住むところですよねそしてねえー、っと再臨の時にオリーブ山にイエス様が再臨されますが私たちも一緒に行くのですねそしてその後、千年王国千年キリストの王である特別な時代が始まりますこれは一つのことを表していて霊的な世界と実際的な世界が融合するんですよね えー、それがあの千年の大きなポイントですそして千年王国の一番最後にサタンが解き放たれてこれがサタンが滅ぼされてここで最後の審判が行われるんですねで、えー、っとこれは一生の人生が我々の人生が裁かれるということで,で罪が裁かれるということになりますしかしこれはノンクリスチャンが裁かれるのであって私たちクリスチャンはね裁かれないんですね どうして裁かれないのかっていうと、えっと、イエス・キリストが私たちの罪の身磨いになってくださったからもうね裁かれてるからですねで罪が裁かれてもう許されてるんですよねこれはね本当に素晴らしい恵みですよね同じ罪人なのにしかしイエス様の十字架によってね許されたってことをねちょっと感謝したいとこういうふうに思います。 そしてですね、えー、でしかし、えーと、罪がここで裁かれないとは言っても、ですねクリシャマは罪が裁かれるんですね、罪が裁かれるというか、人生が裁かれるんですね。それはどこっかとっいうと、恵去の時とき、ね。で、えー、と光君が言っていたように、まあ、一つは何かというとね、身心の人生を送ったかどうか、まあ、報いというふうに書いてあるので、 より報い的な要素が強い裁きですこれが一つあります。それから、えー、もう一つはですね「働き」って書いてあるんですね。でそうしますと神様が、えっと、私がこの世に生まれた目的ってのがあって働きをやることを望んでおられるということを感じるんですね。その働きこれをやったかどうかということが一つ大きなポイントとしていきます。ですから働き。 ただし働きも気をつけないといけないのは本当に主にある働きかそうでないかって試されるって書いてあるんですねある方々は火の中をくぐるようにして助かるって書いてあるのはいい書き方じゃないんですよねじゃあどういう働きかっていうといろいろ考えられるんですね泥棒をやってねそれで、えーえー、金持ちで一生を過ごしたクリスチャンがいるかもしれませんねそういうのは駄目ですよねそれともう一つは働きにおいてもですね例えば、 癒しの働きにおいてね、えー、と神様が癒しを行うっ,つってそって癒しの働きを全うする人たちもいればそんなことないって言ってねこれおかしいって言ってぶつかってくる人たちもいるんですねどっちかが主の御心ですよねでその主の御心でない働きが、えー、明らかにされるただし、ね、永遠に滅びるわけではないとですからどうぞね皆さん主の御心の働きをね成し遂げてあのいただきたいと思います そしてですねその後、天のエルサイムが降りてくるんですね最後の審判のあとねそしてねこれはエルサイムを中心に降り,降りてきてこれが私たちの永遠の住まいとなりますねそしてねまあ永遠にそこに行くとだから皆さんね皆さんエルサイムとねだいぶ関係あるんですよね、まあ 時が来たら嫌、ね、となるほど済むんだからいいかなんていう人もいるかもしれませんが特別な見心があるとねそしてここが私の相続地であるということをねどうぞ覚えておいていただきたいと思いますえっとそれとともにえっと賛美の働きがねいろいろな形で進んでいます昨日は JFS が行われてですね、えっと、ちょっと雨が降ったようですけども全て プログラムを全うすることができたんですね感謝したいとこういうふうに思いますえっとそれとともにですねえー、っと木曜日に井の頭公園でね JFS が行われますえただ天気予報だと半分雨が出てますよね、えー、そうするとですねあそこ、えー、っと雨が降ると人があんまし来れないようなところなのでえー どうぞ皆さんね雨が降らないようにで適当にあったかいとね人もたくさん集まりますのでね、まあ、そこで j フェスをやれるなら素晴らしい恵みであるとこういうふうに思いますのでねどうぞそのことを覚えておいてくださいそれからなんか大使館関係の,その集会があってですねそこにえっとギフトとクワイヤー50人が招かれたということが <laughs> 起こったんですねですからその働きにおいてもね えー、全うできるように、まあ、祈っていただきたいとこういうふうに思うんですね。えっとそれと、えっともに GIFTS が中野区のねあのイベントにしゅあの出たんですねそしたらえ、まあ、いつも賛美してねえそれで帰ってくるわけですけども、えー、余計なことがいろいろ起こってですねでは何が起こったのかっていうとね町内会会長さんか副会長か、ね、とかいろんな中野区の方がいらっしゃったんですが。 ギフスのね4人の男性のうちね3人がね中野区に住んでるんですね。そしたらねあの向こうの方もねあの中野区初のゴスペルチームだとかねすごいな,なんか、あのー、歓迎してね中野区でいろいろ小学校に行ってもらったりなんかしたいとかねそれと藤田君もお子さんがね中野区の小学校に行ってたんですよね。行って今行ってんのかな 藤田君どこにいるの後ろの方にいるのかなあ二2階にいるんだ。えあ手ね。あそうそうそう。ねそしたら小学校聞かれたら間違えちゃったの。どうぞお父さんね自分の子供の小学校ぐらい覚えておきましょう <laughs>、ね。そしたらね中野区であのちょっと持ち寄げてくるかもしれないので。 まあそれは嬉しいなと思いますがまああの賛美秒通してね霊的なものが断ち切られてるっていうのをちょっと感じるんですよね。それをどうして感じるのかっていうとね,えっとね働きの浸透がね強くなってきてるでしょう。いろいろ賛美秒通して好かれる方とか来られる方も増えていますし反応もちょっと増えてきてるっていうことをね感じますしまた何度も言ってますように賛美秒通してねえっといろんなあの神様の霊的な祝福を感じた人が山ほど 出てまそれ、ね、で今リバイバルの働きがさらに大きくなっている時にたくさん使われてくる中でねそういう方々がたくさんいらっしゃるであろうとこういうふうに思うのですねで、えっと、明らかに賛美の働きにはね主の手がありますのでねどうぞ、えっと、見心を感じている人は、えっとどまることなくね住んでいっていただきたいとこういうふうに思うんですね。主の手の手あるこことととないことは ままるで違いますよねで私アメリカに行くことは主の手があったので100回以上、ね、イスラエルはね30回以上ですねで主はね素晴らしい技を成してくださるということをねどうぞ覚えておいてあのいただきたいというふうに思いますそれでえー、っと昨年のえー、っとみ言葉はですね ヤコブの2章の章節かなえ簡単に言うと「信仰を働か,せる働かせないと信仰がないのと一緒だ」だから信仰を働かせましょうっていうこういう言葉なんですね。でそれでえっと今週で今週じゃなくて先週いろいろなね神の働きと技を見た人。 ちょっと手を挙げてください大体、ね、いい誰も手を挙げないんだよね。あのこの間、えっと、東京・梶島でを裏切りをやめましたよね。昨年度ねえあの素晴らしい神様の技を見た人って言ったらみんな手を挙げたんだ。<laughs> これが同じ社主かと思ってですね <laughs> のびっくりしましたよね。それでね、えっと、神様の祝福っていうのはねですね待ち加わっていくんですよね。 ですから、えー、っとね、去年よりもね、今年度の方がはるかに素晴らしいことを体験しますね。私ね、よく分からなかったんですね。で、クリスチャン生活は40、50年になってますとですね、25ですけど、いやね、一年一年違うんですよ、あの具体的にね。で、皆さんね、あの素晴らしい祝福をね、その中で体験いたします。えー、私もね、小さなことでちょっと体験したんですね。一つは何かって言いますとね、 えっと土曜日にね、横浜正海に行ったんですよ、夜ね。で、その時にえー、っに自動車で行かなかったので、1人で行ったんですが、えーで、その時ちょっと困ったんですねな。なぜかっていうと、電車に乗るんですけど、座れないとまずいんですね、そして、えー、ちょっとね、水曜日あたりにね、腰、寝てる時にひねったのかな。だからね、痛めちゃったんですよね。 でそうなるとねちょっと不安になったんですね。それは、えー、東中野駅、新宿、新宿駅、駅、新宿、新宿、秋葉原、秋葉原、大森、大森館内で電車に乗ったんですけど、えー、全部座れないといけないと。ねでね、ちょっと不安に思ったんですよね。これは普通常識的に考えてね。 座れるわけないとというふうに思ったんですね。ただえっ、ー、とね祈りがあるんですよね。祈りがそしてねえっ、ー、と祈るときにすべてが聞かれるわけではないんですが、えー、と明らかに祈ってないのと大きな差が出ます。例えばえっ、ー、と実はですねこうしばらくはですね私ねすべて座れてるんです。 1> 1回も座れ,たね座れてなないいことないんですしかし座れないことも確かに前にあったんですよね。これからもあるでしょうね。でその時にねまた座れない時の助けっていうのがあってあ,あこういうことでこうだったのかっていうのは,はっきりと納得するようなねそれがあるんですよね。そしてねちょっと腰が痛かったでしょ。もしねえと横浜行けなかったらどうしようって不安,不安でちょっといっぱいになっちゃったんですね。 しかしね祈っていったら全部座れたそしてね軽々と座れて,ていったんですねで心配しただけね損したねでね死の特別な働きを見ました、えー、すいません皆さんと一緒に感謝して頂きたいえっと神様はね大きいこともしてくださいますし小さいこともしてくださいますそしてねどうぞ皆さんね えと小さいことを祈ってください大きいことも祈ってくださいそしてね一つの原則をえと皆さんお忘れになりませんようにね我々に小さいことと大きいことがありますが神様はね小さいことと小さいことしかないのです <laughs> ね神様にとってね小さいことなんですすべてのことはね例えば死人がよみがえることなんてねなんてことだろうと我々は思いますが全宇宙を作った神様にしてみればねちょちょいのちょいなの、ね でどうぞあの神の宮沢いろんなところでね神様を表してくださって皆さんも見てると思うんですねそれでねもう一つ、えー、ちょっとね困ったことができたんですねそれはねえー、っとね働きがねガーンと集中してきたんですよねイスラエルから帰ってきたでしょでも、えー、ともと私がやらないといけない働きがあって それは何かっていうと北陸政界があるわけですね月曜日からであの自動車で移動してそれで北島さんたちと一緒に奉仕をしているわけですねでその間はね動けないでも木曜日はなって木曜日はお休みだからねで金曜日はね厚木政界ってのなった小野島さんたちそしてね土曜日はね横浜政界でしょこうね詰まってるんですよね そしたらね、加藤ちゃんが来て月曜日ね血も涙もないですね。それは何て言ったのかというとね1週間以内に、えー、っと原稿14枚書いてくださいって言ったのはいいんだけどもう1個言ってきたんですね「関東3枚と」とこう言ってきたんですよね。っていうのは木曜日は動けないわけですよ。 ね、そしてもいいろろあるでしょそしょそたら北島さんがね来てで「新聞の原稿3枚」ってこう言ってきたんです。言ってきたんじゃなくて、まあ、新聞自体がそうなんですね。そしてね3枚私が書いて渡した後ねやらせてくださったんですね。それ何をやらせてくださったのかって私は別に恨んではいないんですね。呪ってもいないんですけども。 どうね、いつも閉めないのに閉めたんですよね。私の手手を挟んで、あ,あーっつってね。それね、あのー、私右利きなんですよね。で原稿をね右手で書くんですけど、中指、薬指、人差し指を挟んでくださってね、そこが腫れちゃったんですよ。あの具体的にね、あのー。 でもやっぱりね癒ししてることはすごいですね、もう,うわーって痛,い痛みがきて、うわっ、これはだめかなと思って祈ったんですね、まあ北島さんも祈ってくれたのですーっと痛みが取れちゃった。それからね、外見はちょっと腫れて、大変そうにちょっと見えるようなところもあったんですがね、全然痛くない。全然痛くないんですね。そしたらですね、上イさんが来てね、あれ、名前、解明した方がいいですね。 それ <laughs> で行ってきたんですね「男女僕をやってください」ってでど,どういうことになったのかっていうと、えー、金曜日の夜ですね、えー、と9時過ぎに帰ってきてチェック委員会とインターネット委員会やる前に男女僕のですね説教をやるうことになったんですねそれとともにですね世界で一番短い聖書の話七があるんですよ七巻ね それやないといいけないんですよねそれとともにねいつも温厚なね天海さんまで来て8億 <laughs> かけるわけですよね、えー、こあの今週はね教会総会でね予算案をチェックしてくださいっていうわけですよねそしたらですね高橋さんが来てミッションの予算案をチェックした下ないっていうわけですよ。 そしたらね小林姉妹が来て紀頭部の会計報告とかなんかを見なさいって言うわけですよ。それからジョイさんが来て進学校の会計報告を見なさいって言うわけですよね。だから見ましたよ。見たって。<laughs> 見た <laughs> 見たってね。でねそれでねえー、っとね 自分の能力の限界を超えてるんですね、えー、そうするとねものすごいこう圧力がかかってきてね、えー、ちょっと大変なんですねただねあの素晴らしいことはね神様いらっしゃる方。だから今までねそういうことがあってねできなかったことはなかったんですね。祈ってねできたんですよねそしてねまあ祈ってやらないといけないなとそういうふうに思ったんですがその時にねちょっと神様に言われたんですね あなたはね自分ですべての仕事を追ってますねって追ってるんですよねそしてね圧力があるんですねすごくねでこれをやらないといけないとこう思ってるわけですねそれで祈ってできるんですけどで主は言われたんですね「そうじゃありませんよ」って「あなたは私に委ねてませんね」って言われたんですねで,で今あなたのやることはみんな私の仕事だから 私に委ねなさいと言われたんですね。それでね、私に委ねたんです。そしたら、主はね、私の言う時間に言うことをやりなさい。例えば、世界で一番短い聖書の話なんていうのはね、ずっと頭にあるわけですよ。全部終わるまで。そしてね、心にこう来るわけですよね。でもね、この時間、 そのために乗りなさいって言ってねまあお会いの方に言うでしょう,そうす,るとすごい短い時間でね与えてきたんですねそしたらね全てがねさっさっさと終わってですねで簡単に終わったんですよねちょっと神様に教えていただいてねちょっと感謝したいとこういうふうに思います <laughs> あの大体ねきついことを通して教えていただけますね きつくないことはねだってね居眠りで何か教えられたってことありますあもちろんねあのよだれの流れ方の違いとかね <laughs> いろいろあるかもしれませんけどですから皆さんねきつい目に遭ってる方々はね特別なその中で主のね恵みがあるっていうふうにねおごいただきたいと思うんですねそしてねえー、っと今日、あのー、今週皆さんが体験したあ先週か みの上に皆さんは言わないけど <laughs> 絶対あるでしょ、ね、でもね何にも感じてない人はおかしいですよ。ねっ私,私ほとんどの人は意識してると思うんですが意識していない人はねそれはねやっぱりねちゃんと神様の恵みをしっかりと見とかないといけない、ね、そして神様の素晴らしさを体験しとかないといけないと思いますよねですから皆さんの体験した祝福の上に感謝したいとこういうふうに思います。 えそしてえっと聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思うんですね。そうした時にえっと22節にイエスは彼らに言われた「神を信じなさい」ってこう書いてあるんですね。だから神を信じる。ね、じゃあねこう神を信じるっていう時に何を信じるのかっていうことなんですね。えー、っとね 一つクリスチャン生活が進む上での大きな祝福のポイントっていうのがあるんですね。それは私の場合ですね、の神の愛っていうのはもちろんね、十字架を信じて救われるわけですから意識してるわけですよね。ところがね、最初の時は理論的なトライなんですね。そして体験的なトライとかね、心におけるトライの面がまだ弱いわけですよねしかしか皆さんね。 クリスチャン生活が進んでいる間にねその愛がどんなに強いか分かってくるわけですね。そしてねえー、っと皆さんの中でね間違って自分は一人だって考えてる人がいるかもしれませんけどもうこれはねとんでもないうどう不信仰。不信仰ですよね。で皆さんね 神様の最愛の人はね、私なんです。ですね。そして、スルワケに行ったときに、そう言ったら、牧師が睨んだって言いましたよね。にらんだんですよね。<laughs> ね。でもね、私は最愛の人なんです。個人的に言え,言えばね。皆さんもね、最愛の人なんです。そしてね、神様はね、皆さんのためにね、何でもして下さって だって独り子であるイエス様を十字架につけられたっていうことでしょ。だからね、この一つの内容はね、神様が皆さんを愛してることをね、信じなさいっていうことなんです。でそうなりますとね、どういうことになるかっていうと、えー、っと、愛してる人に、 こう喜ばせたいと思いいますよね普通いじめたいと思わないでしょ。ちっちゃい子はねあのちょっとまだちゃんと表現することはできなくて興味のある子をいじめたりなんかするっていうねことを聞いたことがありますね。そういうことをやったことある人。興味のある子をいじめたことある人。ありそうだけどね <laughs>。具体的にね。 でもまあそれは興味を引くためにやってるわけであってそしてまあ本来はね喜んでほしいと思いますよねプレゼントやったりなんかするんだってそうでしょう喜んでほしいですよねだから皆さんね私たちが本当に喜ぶことを望んでおられる方がいらっしゃるんですよねそしてね最高の人生をね神様は送ってほしい皆さんね 最高の人生を送っっててほしいと思っておられるんで,すねで私ね、えー、っと考え方が間違ってたところがあるんですねそれは何かというと例えば最高の人生を送るために勝ち取っていかないといけないとねそれこうしてこうしてこうして、ね、勝ち取っていかないといけないというふうに思ったんですが違うなぜ違うのかというとね全能の方がそう思ってるんですだから 主の手の中を歩いていけばいいん、ね、で主の手の中を歩くことはね、皆さんね、私難しいと思ってたんですね。難しくない。何が問題かっていうとね、さっき電車のこと言いましたよね。えー、っとね、私心配したんです。なぜ心配したのかっていうとね、腰寝違えちゃって、ね、こうなると、 それはなくなるとねもう一駅しか持たないぞっていう感じですよねそうするとね横浜駅に着くかっていう不安になったんですねで、着かない場合にはどうなるかっていうと駅に取り残されちゃうから誰か助けを呼ばないといけないなとかねいろいろ考えたんですよねでその時にねちょっと感じました何か、ね、結果的にはね神様がね助けてくださって実際に簡単に言ったんですね ところは、ね、私は心配して思い患いしてそしてね勝手に考えてね自分でね独人ズもをとってたで,でもね横浜に行くっていうのは実に簡単なそしてね守られた旅行だったんですねで私たちがですね神様の成功を受けるにはね神様は善存者だから簡単なんです信じて従っていけばいい で皆さん、ね、素晴らしい祝福を見ますよね。あの具体的に見ますね。えー、っと私はねあの本当に良かったなと思ったのはですね最高の人生を送るために才能とか努力とか家族とかね、まあ、いろいろなことを考えますよね。でそれも駅になると思うんですがで何よりもね神様。もうね神様がいるから皆さんね最高の人生は 皆さんの手の中にあるのです。で、皆さんね、神様が最善を行ってくださるということを信じるのです。そしてね、何を信じるか、問題とか困難の中にいるときに、皆さんね、助けてくださるです。助けてくださるえっと、私もね、親になってみるとね、一つ分かることがあるんですね。 それは何が分かるかって言いますとね、点数悪い点取ったってね、自分が悪い点取ったときはね、そんな気にしてない、悩んでない、親にばれて、怒られるのは嫌だなとは思うけど、その程度の話ですよね。ところがね、子供が変な点取るとね、大変なんですよね、具体的にねそしたらね。 えっとうちのこの中でこういうのが開いたんですね、えっと、夏休みの宿題の時に夏休みのが終わってね9月1日になった時にまああのヨハネ君普通に帰ってくるわけですねうちにねそしてね次のベニん同じ高校行ったんですが普通に帰ってきたんですねそしたらですね ヨセフ君が9月1日帰ってこないんですよ。10時過ぎても帰ってこない。11時過ぎても帰ってこない。そんなの2人いなかった。2人はもう定時に帰ってきた、ね。そしてね、12時近くになって帰ってきたんですね。でどうしたんだお前ってきたんですね。そしたらヨセフ君行ったんですね。夏休み宿題やってなかったかな。 全部やるまで帰るなって言われて残されてたって言うんですよねでその時おかしいぞと思ったんですねでベニーくんはね全部宿題やってるからそれは分かるんですがその前の子なんですねその前の子はヨセフくんよりもやってないんじゃないかで私ね聞いたんですよねお前どうしたんだってちゃんと普通に帰ってきたじゃないかって そた言ったんですね。なんて言ったのかというと先生にね宿題全部やるまで帰っちゃいけないって言われたからお断りしましまた <laughs> <laughs> え。そしてですね,ね、あのー、楽器末になるとね意図的なんで意図的に落としてた面もあると思うんですけど大体ね4科目ぐらい赤点なんですよね。そしてね落第するかどうかになるわけですよ。 そうするとです、ね、気になっちゃうんですよね。自分が落第するかどうかってあんまり気にならないけど <laughs>、ね、それで手伝ってあげ,あげたりなんかする、ですね皆さんに言いましてね、大学卒業できなくなっちゃってそれで、えー、青い顔してるからどうしたんだって言ったら、大学卒業できないって言ったんですね、赤手に取っちゃったみたいな感じのことを言ってて、ね、私、1科目だと思ったんですね、そしたら4科目ぐらいいた。 わこれはだめかなと思ったらもう秘策を市が教えてくださってですねその秘策を教えたんですよね私の息子にねそれは何かっていうとね先生の事務所を立てなもって一軒一軒、ね、そしてね土下座にしろってお願いします <laughs> 助けてくださいやったかどうか分かりませんよただしね無事に卒業しましたからですね <laughs> 何か,、えー、か起こったなとこういうふうに思うんですね。奇跡が起こったんです、奇跡が。でね、その時にね、助けるんですよね。で助けたいと思うんですよね。でね、皆さんね、神様助けたいと思ってる、ね、助けるんです、皆さん。で、私はあの、えー、っと神様を知って、一つは分かったことは何かっていうとね、いろんな困難に遭いました。 問題にはありました。真相に,になったこともあったんですね。でもね、神様のところに行ってね、助けられなかったことはない。ね。神様のところに行ってね、守られなかったことはない。もちろんね、自分の思うような助けがなかったことはあります。しかし後から見るとね、そこにね特別な種の摂理があって、そこに特別な計画があって、神の技があったってことをね書いて確信するんですよね。 で、皆さんね、何を信じるかっていうと皆さん神が私たちを愛してくださってで私たちのことを心配してくださってで私たちを助けてくださって私たちをね最善に導こうとしておられるのです。で問題は皆さんね「信じろ」って書いてあるんでしょ。信じるのです。信じるのです。信じるのです。で,で神は善能な方だからそれをねえっと私たちのうちになしてくださる。 ということをね、あの覚えておいてあのいただきたいと、こういうふうに思います。それで私はあの、えー、と大学にいるときにイエス様を信じたんですけど、えー、と大学の授業150人ぐらいの授業を受けているときに、神様がね降りてきたようなね、ちょっと屋根の高い教室で屋根じゃなくてあの。 天井の高い教室でやってたんですけど天井の一番上のところまで来たような感じがしてその時にこう言われたんですね信じるかってねえね信じてもいいなと思ったんですけど2つ思ったんですね神様信じると堅苦しい生活になるだろうなでもう1つ思ったんですね神様信じるとねつまんないだろうなと。 これがとんでもない誤解私ねノンクリスチャンの時より全然面白い波乱万丈だしねそれから奇跡を起こしてくださるしそれから普通ないような神様のね素晴らしさを体現させてくださるでしょしかもこれで終わりじゃないんだから死んだら永遠でしょ、ね、永遠っつったら宇宙全部見せてくれるんじゃないかななんて思ってるんですよねでね よかったなあと思うんですがその時は愚かだから人生がねつまんないなるなんじゃないかなと思ってねもう躊躇したんでどうやめとこうかなと思ったんですねそしたらね精霊様がね特別な祝福を与えてくださいました何を与えてくださったのかっていうとね信じないと大変なことになると思ったんですそういう思いが来たんですでそれでね私は慌てたんですね危ないと そしてね、信じたんですよねで。そしてね、ちょっと考えたんですね。大変なことでどういうことが起こったかなといろいろ考えたんですね。自分のこう性質とか動きとかいろいろ見ながらねで。その時にね、一つ感じることがあるんですね。なんかその当時よくね、夢見たんですね。犯罪を犯して逃げてる夢。もしかしたら犯罪を犯してたかもしれない。で、ね、牢屋かなんか行ってね。 北千葉さんとかなんか言ってですね <laughs> それからね殺人を犯しちゃってそしてねああ大変なことをしたで、そして夢から覚めてよかったっていうね <laughs> だもしかしたらね私殺人を犯したかもしれないんですよねそれから文学やってたから死、ね、とか虚しさっていうのはその一つの主題だからそ文学者って結構ね 自殺してんですよねだからねしね危なかったと思いますよねそれとともにねもう精神的に混乱したかもしれないそうするとね絶対どれかが起こったなと思うんですね絶対起こったねでもね完全に守られてるわけですねどうして死をして,てるからそして皆さんね死は助けてくださるんですね 今皆さんね、いろんな困難の中にいる方もいらっしゃるかもしれませんけど、えっとね、人間的な困難で、ね、考えちゃダメですよ。主はね、見心ならば、見心でなくてもね、それ全て疫にしちゃうし、そしてね、皆さんね、素晴らしい祝福を与えてくださるで皆さんね、何を信じるのかっていうと、ここに書いてあるように、神が愛してくださって、最高を与えてくださって、私に幸せを与えてくださって、 最善ののの人生をを与えてくださるる信じるのですどうして神が愛してるからです皆さんを愛してるからですねで私たちを愛してるからですね <laughs> でねえー、っと前にも言ったんですけどクリスチャンになった時に、えー、私はよく神様を知らなかったのでこもったんですね私の性質だったら1年間は熱、ね、心にやってる。 2年目開き始めると。ね、もう、ね、2年目ぐらいになると大体キリスト教っていうのも分かるだろうと。3年目に廃教すると。こもった。そしたらね、とんでもない。ああ、分かりますね。神様は深い。愛は広い。でね、これはね、神様の素晴らしさを体験するっていうのは永遠の問題だなと思いますね。そしてね、永遠にもっと神様の、ね、素晴らしさを、ね、体験していく。 で一つ考え分かってきたのはですね皆さんねおめでとうございますあの去年より今年の方がですね祝福されてますそしてね今年よりも来年の方がねもっと大きな祝福が来ますねで来年よりも再来年の方がもっと大きな祝福が来ますよねそして皆さんね死んだ後の方がもっと素晴らしい、ね、周りの人も素晴らしいっていうかもしれないけど ももっと素晴らしい祝福が来るとちょっと今冗談言ったんですけど誰も笑終わらなかったかな <laughs> 完全に滑りましたよね, <laughs> ね言わなきゃ滑ったことも全然誰も分からないへ、ね、<laughs> それであの終わるわけですけどね <laughs> で信じるっていうことなんですねでこれは何を言ってるのかっていうとね信仰を使えって言ってるわけですねそしてね皆さんね そんだけ神様は私たちを愛してくださって私たちのことを思ってくださって祝福を与えてくださってまたそれをおこあの与えようとしてるんだけど信じないからそれを受けないっていう人がねたくさんあるのですね私がクリスチャンの当初の時に思ったことがありますねそれは何かっていうとね、えー、と十字架で罪が許されて永遠の命が与えられたのはいいけど ノンクリスチャン時代と何が変わったんだってね、一二に思ったんだ。で、その時に思ったんですね。何も変わってない。何も変わってないと。こう思ったんですね。私ね、信仰を使ってなかった。ね、信仰を使ってなかった。ね、あの、えー、っと、ホテルの スイートに泊ままった人いますよね、まあ、誰が泊まったかって手挙げなくていいですよね。えー、っと、あそこのホテルっていうのは、イスラエル、ね、エルサイムのトップのホテルの一つでしょで、トランプさんのね、写真があったんですね。あた新しくできた写真集あったんですね。とすると、もしかしたらあのホテルに泊まったのかもしれないね。 ままったかかかどどううなないけど泊まるようなホテルでしょでそこのホテルのスイートっていうと何万ぐらい取るんですかねすごい取るんじゃないですかね具体的にねそしたらおじさん牧師が怒ってた順序が違う <laughs> 誤解してたんですよねそれはミッションスタッフが部屋,部屋を管理していて ミッションスタッフが割れ合ってただなと思ったんですがミッションスタッフは部屋番号もらうだけでどの部屋がいい部屋か分かんないこれは完全にえ分けてるわけじゃないんですねでその時にねそんだけいい部屋に泊まった理由はね祈ったからです信仰を使ったんですねそしてね皆さんね皆さんは祝福されている権利がある 幸せになる権利があるんです。で、成功する権利を持ってます。そしてね。特別な恵みを受ける権利を持ってます。どうして神様に愛されてるから。ね、そしてね。その愛されてることを信じるのです。そしてね。特別な祝福のこの恵みを与えられることを信じるのです。ですね。それが一つ大きなポイントであるということをね。どうぞ覚えていってください。 私もね、ちょっと一つ思うことがあるんですよ。アメリカ100回行った一つの理由は、私は100回祈った !100 回行けるようにね。それから長さ100回以上行けるようにいや祈ったもう200回ぐらい行ってるんじゃないかな。具体的にね。で、どうぞ皆さんね、祈っていただきたいと。こういうふうに思うんですね。そしてね、今年度の御言葉では、さらに一歩進んだことが書いてあるんですね。 でこれはあの、えー、っと年度の御言とをねご自分のものとして受け取るか受け取らないか大きいんですね。で何が大きいのかっていうとこの御言葉を考えると一つ言えることがあるんですね。教会に、ね、素晴らしいこことが起こりますいいですかどこの教会も神様に愛されているから今年祝福をされます。いいですかでそれなりの各々の教会の祝福があるでしょう。 で私たちの教会はこの言葉が与えられてるからこの言葉のね実現を見ます。ね、それから、えー、と皆さんの多くもこの言葉を通してのね実現を見ますで。この言葉っていうのは非常に大きな意味合いがあってね「不可能を神様が打ち砕く」って言ってる言葉なんです。「技が起こる」っていう言葉なんです。ですから、えーと 今年、神様は私たちを愛してくださってるから特別な祝福があるということをねどうぞ皆さん覚えておいてくださいままず感謝したいいと思いますね <laughs> そしたら虹穴が出たりね、えー、天の印が現れたりしたでしょ11月,月1日ねこっちでも現れたんですよねこっちで見た人うわ見てんじゃんいっぱいねうわー見た人って言うと手挙げるのかなみんな。<laughs> だって不思議だと思いませんかねあのイスラエルのチームが行、ねえー、った人見たでしょうで。神様の説理ってす、ね、すごいいと思いますよね。何がそういったものかっていうと全てのプログラムを終了したあたりに見せてくれる。<laughs> ね逆の認とかね。でねまさに主はね「祝福をしてくださる」という印を表してくださっただけではなくて。 まあ同じ時間じゃないけど7時間の時差があるから同じ日にね11月1日にねその時にね表してくださるっていうことはねこれはね本当に主の素晴らしいアーレントの祝福ですね感謝したいと思います。<laughs> それれがね現れるってこととこですねですから祝福が現れますがこの見言葉に即したねより強い祝福が現れる。 そして、ね、皆さんの人生においても祝福が現れます。ね、なぜ祝福が現れるか愛されてるから祝福されてるからもうサタンはもう断ち切られてるから皆さん祝福を受けるんですね。しかしねより素晴らしい祝福を受けると。それがポイントなんですね。しかしねその場合にねこの言葉の与えられた言葉のこの、えー、と意味合いがあるということなんですね。 ですから皆さんねこの言葉と自分は話さないでください。ね、ああ、年度の御言葉かかって、次に思い出したのはね、えー、年度の最後だっていうことのないように、ね、年度の御言葉を忘れちゃうってことのないように、ね、よくこういうのがあるんですよね。どういうのがあるのかというとね、朝何食べたっていうときにね、忘れちゃう人がいるんですよね。でね今年の御言葉は何かというとね、忘れちゃう人がいるんですよ、皆さんね。 そうするとね、とんでもない、えー、ご飯食べるのを忘れてたって別に大したことはありませんけど、御言葉ばを忘れるってことはね、その御言葉ばあんま信じてないってことだから、その恵みを落としちゃうってことですよね。私が言ってることは嘘はじゃないでしょ、皆さん、恵みを受けますよ、この御言葉ばを通して、この御言葉ばをしっかりと学んでね、対応するっていうのは重要な意味合いがあります。で神様、祝福を与えてくださいます。祝福のポイントとして、これを置いてくださってるってわけですね。 で皆さんはねその祝福を見ますね栄光を表されますねどうぞねそのことを覚えておいてくださいそれとともにねちょっとね話があっち行ったりこっち行ったりして、ね、今、ね、リバイバルが起こり始めてんですねでリバイバルが起こり始めたっていう信仰の告白をしてるわけではありませんはっきりとその兆しを見てますいろんなことでね、えー、そしてねその時にね一つ分かることがあるんですね 何が分かることがあるのかというとね私たちが祝福されるで皆さんが祝福される、ね、で皆さんの多くの問題の解決を見ると困難の中に入るかもしれませんがそこにおける神のね素晴らしさと栄光を見るとこの時が来てるっていうことですだから皆さんね祝福されるとでも祝福されることで本当の祝福っていうのは困難とともにありますから,から困難に引かない 祝福されるためにそそのこここことがが起起っっててまますすよねそしてねそこで奇跡が起こってきます、ね、どうぞそのことを覚えておいてください。だってそうでしょ例えばいろんな人たちに伝道する時に「思いませんか神様あなたを幸せにしてくださいます問題を解決してくださいますこの素晴らしいことをなしてくださいます私はそのことを体験してませんけど」「<laughs> いますか神様あなたを癒してくださいます」ね。 そして素晴らしい癒しをしてくださいます。ね、私,も私はそれを望んでますけどとかね。<laughs> でそんなことありえないでしょ皆さん。ね、あのリバイバル人っていうのはね、自分が体験してるんです、ね。じゃあ、無理に体験しようとする必要はありません。なぜなら、導いてのは神だから、ね、神が働き放してくださるんですね。ですから、許されている問題とか困難に対してですね、立ち向かう。 なぜ立ち向かうのかって神は助けてくださるからですね。栄光を表すからですね。それは皆さんを祝福することを通してね、多くの祝福を流す技をなそうとしているっていうことをね。どうぞ覚えておいてあのいただきたいとこういうふうに思うんですね。そしてね、えー、っとこの聖書の中にはこう書いてあります。何と書いてあるかってまず最初に神を信じなさいってこう書いてあるんですね。そしてね、えー、っと動いて海に入れと言って。 で心の中で疑わずって書いてあるんですねでこれで引っかかりましたねあの私はあの福音派の教会にいたんですね福音派の教会にいた人はいますねそうですね福音派の教会の人が一番多いと思いますねあとは主の実家で生まれた人とかそういう方多いんですよねで えっとね私同盟ににたんですそしたらね首脳塾の人ってね私が同盟だからってうんじゃなくて同盟の人が多いんですよねだって新潟の教会行ったら同盟の人が半分以上いましたね3分の2ぐらい同盟じゃないですかね具体的にねであっちにもこっちにも同盟なの、ね。だだから主の塾が福山大体質を持ってるんですよね 外で認める人はいないいなと思い,ますが <laughs> いやで福音派の体質なんです、本当にね、具体的にね。で、その時にね、えーっと、疑っちゃいけないってことを読んでね、私ね、そのまま受け取ったんですよね、疑っちゃいけないと、疑っちゃいけないと、疑うことはね、これは罪だ、疑っちゃ神の業は起こらないと、疑っちゃいけないと。 困ったんですね、まあ、それが惑いりの始めね。この疑っちゃいけないということを通して神様が示していることがあったんですが私はこの言葉をそのまま受け取っちゃったんですねそうするとね皆さんね疑いがあるでしょね疑いがあるのですよ人間っていうのは疑いはねなくならないのですよそれでね何度葛藤したことがこれはねその隣の意味ですよね 受けたと信じなさいと。受けたと信じるっていうことが疑わないという、そういう表現でされる信仰のコロナの状況です。受けたと信じるっていうことですね。そしてここで、えー、っとこう書いたんですね。もう終わりますね。ちょっと時間が長くなっちゃって。困っちゃってですね。何が困っちゃったのかって終われなくなっちゃった。<laughs> 終われなくなっちゃったんですね。 ですぐパッと終わりますね。祈って求めるのは何でもすでに受けたと信じなさい。だからこれはそうなればそうなりますって言うから、祈って求めるものは受けたと信じなさい。そうすればそうなる。こう書いたんですね。で、ここで祈って何求めるものは何でもって書いたんですけど、これは何でもではないんですね。第一ヨハネには条件が書いてあるわけですね。第一ヨハネの5章の21節かな。あ14か。 何事でも神の御心にかなう願いをするならってこう書いたんですねだから神の御心にかなう願いをするなら受けたと信じなさいそうなりますでこうなんですだから御心にかなう願いとそうなるとね御心にかなうって言った瞬間訳が分かんなくなる人がいるんですよこれが御心かしら御心でないかしらってね惑い始めるんですね 適用できなくなっちゃうんですねでもね一番簡単な御心ってのがあるんですねそれを適用すればいいんですねそれはあの何を適用したらいいのかって言いますとね御言葉です御言葉は御心ですそれなんです。聖書のことはだからこれからやればいいんですね神を愛する人のためには神はすべてのことを 働かしてててとしてくださるって書いてありますね神を愛して従う時にいろんな問題とか困難が話題の前にありますが神が働いてくださって益としてくださるという意味ですそうなりますとねもうこれを使えるんですね私はいろんな問題とか困難の中にありますが私は神様を愛して従ってるからこれらが全て益となりますで私はこれらを通して神様の素晴らしい祝福と恵みを見るでしょう逆転を見るでしょう 皆さん受けたと信じることができるで、ね、私は大変な問題の中にありますが皆に頼るものは失望しないって書いてあるから私は神様に頼ってます神様の皆に頼ってますですから失望しない結果が現れるでしょうで私はそれを見るでしょうそれ,でそれを体験するでしょうと言えるんですいいですかそしてねこの受けたという信仰っていうのは重要な えっと意味合いを持つ。ということを覚えて,おいてください。ですから御心がはっきりわかんない人はね、御言葉。御言葉ね、御心なんです。で御言葉に書いてあることを断定するんです。それで受けたと、受け取っちゃう。というこ事柄をね、どうぞ覚えておいてください。それで最近ね、えー、ちょっと面白いことがあったんですが、えー、っと。 癒しのことでちょっとわからないことがいくつかあって神様んに質問してたんですね。このこととこのことをどう捉えてどう解釈したらいいでしょうかっていうことをね。絶対ね祈りながら思うわけですよね。なかなか答えられないんだけどこれは見心にかなってると。なぜか,かなってるのかっていうと、まあ、要するに癒しが起こるように私は熱心に祈ってるからですね。具体的にね。そしてねある時ね 祈りが導かれたんですねで私は癒しのことに関して祈ってますってまだ知らされてませんがしかしこれは見心だからあなたは必ずこのことを私に分かるようにはっきりと示してくださいます。ね、そのことのようにあなたを褒めたたえます。私はこれを理解するようになりそしてですねはっきりと認識するようになります。あなたの皆はます。あなたはそれを私に成してくださいました。感謝しました。ね、そしたらね数日後ね100%分かったんですよ。 で受けたと信じる。受けたと信じる。そしてね、え例えば、えーっと、祈る時でもこう祈ったらいいと思いますね。求めをそうせば与えられますって書いてありますね。例えば、リンゴくださいって祈った時に、あなたは祈りを聞いてくださいました。だって祈ったんだから。ね。そしてね、リンゴが与えられるかどうかは分からないんですね。ただ、御言葉を通して一つ分かるのは、最善なことが与えられることが分かる。 で私は祈りました。そしてねあなたは最善のことを私に与えてくださいます私はそれを知っていますそのことのゆえにあなたをあがみますですねあのー、神様とお話しするときね売り込む、ね、不信仰はね皆さんねこれはねあの売り込むの逆になりますから気をつけてください 神様聞いてんのとかね。私がこんなに祈ってるのに全然答えてくれないとかね。皆さん思ったって言っちゃいけないことがある。具体的にね。あの口に出したらって書いてあるから、明らかに口に出したらっていうことが聖書に書いてあるので、口に出すっていうの問題なんですよね？で、その時皆さん言うんです。あなたはね。私を愛してくださって、最善なことをなしてくださいます。だから。 このことの中で私は勝利を見るでしょう、特別な祝福を見るでしょう、ね、言うんです、言うんです。でね、信仰を働かせるときにね、主のね素晴らしい祝福をね体験するっていうことを覚えておいてください。お祈りします。天の様、えー、お一人お人のうちに豊かに働き、最後ご横刀見あずわあらしてください。何かこう求めている方がいらっしゃるんですが、えっ、ー、と主にさらに求め続けるように。 えー、忍耐を持ってなすときに主の時にそれは与えられます手のすまどど豊かに導き三位御用こと皆やすをあわらせてくださいお願いいたしますなんか嫌な思いを持ってちょっと傷ついちゃった人がいますがそのことを感謝しその愛を許していくように主は語っていますまたそのことを通して主がなされる働きとめ見上げがありますその人はその祝福を見て驚きます 天の様、どうぞ豊かに導いてください。守護神の豊かな見働きをなさえていきますようにお願い,いたします。えっと、頭痛の方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。感謝して受け取ってください。天の様、どうぞ豊かに導いてください。お願い,いたします。えー、またこの、睡眠がちょっと浅い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受く取ってください。ちょっと目と鼻が悪い方が癒されました。感謝して受け取ってください。 なんか、えー、っと、頭の中から声が聞こえるっていうような感じの方がいらっしゃいますが、これは断ち切られました、えー。エスキストの宮へと目でシト通しトの稼働精神に癒しを防げず、感謝します。エス様の名前によってお願いします。アメ。はい、それじゃあ、えー、っと、3秒お願いします。